席が、ダムの園庭がまあまあすごいんですけども、あの辺ちょっと降りていけたのかな。まあ普通は水が溜まってればわかんない。多分水は今減ってますよね。あの普通のあの木のないところから下が普通に水が溜まってるところだろうと思います。なかなかこれは本当に高い、怖い。でかい。でかい。この橋の名前は銀河大橋っていうらしいですね。この橋を作ってるというかかけてる時だったと思うんですけど、めちゃめちゃこの橋脚が高いんです。当たり前ですけど、何もないとこから見上げると、まあ、これダムの貯水で水面がありますよね、水深がありますよね。その下まで橋脚が立っているので、まあ、とにかくすごい。こんな見たらわかるかな、こんな感じですよね。ダムの固定から橋脚が立ち上がっての橋なので、今湖面まであのぐらいで、多分これを作ってるとこの橋脚めちゃめちゃ高かったですね。なんかこう距離沿いになんかあれが浮いてんのかな。なかなか今は水が落ちてるので無理です。バイクがいっぱい集まってますけども、まあ、この周りの道路っていうのは普通みんなあのなんだワインディングロードっていうのは確かに右に左にコーナーがあって、で左右のブラインドコーナーがあって、まあそんなもんそんなもんって言ったら悪いですけれども、まあ当然あのワインディングロードなんで上り下りはあるんですけれども、その上り下りっていうのはまあピッチャーなんですけど大した公開ではない。まあそういうとちょっと声がありますけどね。でもここの湖畔の特にダム堤堰堤から見て上川上から見て左側まあ表現がちょっと分かる人に分かるかもしれませんけども、コークスクリューのコーナーの連続のような感じ、すごく上下のブラインド、左右のブラインドが連続して出てくるんですよね。で、これはコースではないんでそんなこと言っちゃダメですけども、非常にテクニカルなコースだと思います。上手な人でなければうまくこなせないコースだと思いますね。まあそういう意味でこの辺バイクがいっぱい並んでるのもよくわかるんですけども、今だってこうやってバックファイヤーとか動かせるって言ってますけど、多分大きなバイクでアクセルを開けるだけでは絶対にいけないコーナーの連続ですね。という、まあ、佐賀の加瀬川ダムかのご案内でした。さっきの銀河大橋があれですね、まあ水面なんていうの、ダムの水を落としてあるので水面が下がってるから、あんだけ今橋脚あんだけに見えてます。まああれだってまあなかなかこれ橋脚すごいよね、高いよねと思うんですけど、実はこれ全部水を抜くととんでもなくあの橋脚が高いっていうか長い、すごく、その当然あの橋脚は水面の下のに基礎を打って立ち上げてますから、すんげー高いです。まあまあまあバイクもこう楽しく走ってますが、まあ走りたくもなるのはまあ個人的にはよくわかりますね。こんだけ揃ってればやっぱりバイクでも走りたくなるだろうし、まあちょっとあんたたちそれ車検はまあ車検をどうこう、まあ人のこと言うつもりはあんまりないですけど、それはちょっとうるさいんじゃねえのっていうようなマフラーもあったりしますけど、まあ自分の若かりしことを見ているようで、まあ問題はというか問題ではないんですけれども、また一台行きますね。まあ問題ではないんですが、
問題ではないって言い方は悪いか、僕らが来てたのは高校生の頃だったんですね。まあまあ1990年代のなんて言うんだろう、峠走るのかっこいいみたいな時代だったんで、まあまあ今あの橋の上を多分インライン4が走ってていい音をさせてますよね。後ろからも来ました。多分これもインライン4の音ですよね。アクセルの開け方同様なんで細かいことはあるかもしれませんけど、やっぱりいい音なんですよね。で問題はというか、さっきから問題って言い方をしてますけど、問題ではないんですけども、そのバイクという趣味はヨーロッパに追いついたとは言いませんけども、まあ随分改善されてきたんでしょうね。この人今行った人なんで、行って戻ってきた、こういう走り方をしてるわけですよね。まあそれがどうこうっていう話はいいんですけれども、それでこれが問題ではないんですけれども、僕らがここに来たのは高校生でした。だからあの頃の少年たちが今ここに来てる。まあそれでも悪くはないんですね。という意味では、まあ日本のオートバイの文化というか楽しむ層っていうのは、まあヨーロッパに追いついたというわけではないんですけれども、ヨーロピアンライズされてきた、大人の趣味としてこう確立されてきたということもできるでしょうね。まあバイクもいいものを買えばものすごく高いですしね。高校生が買えるようなバイクなんかないですよ、まあ、正直。でいいことはいいんですけども、あまりにも平均年齢が僕には上がりすぎてるような気がしますね。まあいいんですよ、別にそのバイクが今の60代50代ぐらいの人たちが楽しんでる、それはいいことだと思うんですけれども、じゃあその人たちが散々やっちまうと、ではその後の世代はバイクを楽しめますか。今の若い人は車も乗らない、もちろんバイクなんて趣味で乗ってる人なんかいないっていうような時に、果たしてこういう状況はいいのかなとちょっと思ってしまう自分がいます。まあでもほら、日が当たって、あの辺映ってっかな、あの新緑がすごく綺麗で、常緑の中に新緑が芽吹いてきて緑がすごく綺麗なんですよね。ちょうどいい季節だと思います。まあ暑くもなく寒くもなく非常にいいですよね。まあ雨が降らなきゃちょっと雲があれですけども、雨が降らなきゃいいんですけども、なかなか、まあと、そしてこうやってまた インライン4の音がしてますよね。でまあ確かに楽しいといえば楽しいんですけどね。まあなんとかこううまく次の世代にというか、自分たちがやるだけやって、特にここではないですけどもね、いろんなところで二輪車通行止めとか書いてある峠道が多かったりするんですけど、それを考えると自分たちが楽しむ分楽しんで、あとは後のことはしいらね。その多分昔の人たちがやりまくって事故を起こしまくって、壁に突っ込んでガードレールに突っ込んでいろいろあったんでしょう。その結果どうなってるかというと、二輪車通行止めっていう道路もいっぱいあったりするんですよね。そういうことを考えると、ここのロケーションは非常にいい、ここのロケーションは非常に素晴らしい。バイクで走るにはもううってつけの場所だと思います。人もそんなに多くないから、まああんだけうるさくて、うるさいことに文句はいろいろあります、ある人もいるでしょうけども、まあ街中の暴走族よりは迷惑はかけないということで、いろいろあるんですけれども、やっぱちょっとなんか考えさせられてしまう今日この頃です。そうこうしているうちに、こうやっぱりいろいろのインライン4の音がいいですね。まあ僕は V 型エンジンが好きなんであれなんですけれども、まあ V 型というか L 型、正確に言うと V90 度のエンジンが好きなんですけれども、でもまあインライン4の音がすごくいい、確かにすごく非常にいい、楽しい音だろうとは思います。先ほど多分喋っていたのが、あのダムの堰堤のちょうど真ん中らへん、上らへんですかね。見えるかな、
めちゃめちゃでかいんですよね。ちょっと見えてるかどうかっていうか、まあ動画でどのぐらい伝わるかどうかわかりませんけど、まあいたのは多分、この辺かな、この辺かな、で喋ってたんですけれども、これが実際どの高さがあるかっていうと、引いていくと、まあさっきからまあ見てるんでわかると思いますけども、すげえ高いんですよね。でもうこの高さがどのぐらいあるかっていうのは、なかなかこれ実感できない、引いてなんで実感できないと思いますけども、ちゃんとなんだっけ、資料館みたいなのって園庭の高さがいくらとか何トンのうんたらとかってちゃんと書いてあると思いますけど、まあとにかく高いですよ。こんなのがいつの間にかというか、もう前からできてるんですけどね、ある。これが加瀬川ダムです。これがダムの下ですぐ下ですけども、渡る橋、平成16年3月竣工になってますね。だから16年ってことは15、6年前ってことですかね。で実際どういう風になってるか、こうですね、これがまあどのぐらいかっていうのはなかなか分かってもらえないかと思いますが、こんな感じです。多分あそこが何でしょうね、発電、違うな、多分まあこうメインの、ダムの堰堤から水を出すとすると、あの辺から出てくるんでしょうけど、これ発電に使った水を出すところですかね。まあとにかくこういうのがこれちょっと流れてる、ちょっとは水が流れてるんで、多分多少はどっからか水はどれんというか流してるはずなんですけども、この水はどっから出てきてるんでしょうね、ちょっとわかんないですね。少なくとも堰堤ダムのそのせき止めてるところから直接は出てきてないですね。どっかから下から出てきてるんですよ。あの辺から出てきてるけど、それがどこから出てきてるのかまでは正確にはわかんないですね。どのぐらいでかいかっていうと、これが軽自動車ですって言われたとか、これが同時に入れられることはないでしょうから、こう行けばわかるかな。まあ遠近法なんて使ってもねしょうがないんだけど、こんな感じですね。車がこんなもんで、ダムはあんなもん。ちなみにダムは 何メーター先だろう、300、500ぐらい先ですかね。それでこの大きさですよ。まあ鼻血出そうなぐらいでかいですね。天気も良くて、ちょうど青空、まあ雲は出てますけど、ちょろっと雨が降ったかなってな感じですよね。でちょうど今これは日が当たってないんで暗くて見えないかもしれませんけども、常緑のところに新しく芽吹いた新緑のというか、まあ新緑の季節とよく言うんですけれども、まあそれが本当に新緑の季節ですね。いい色をしてると思います。そして水はこのように流れていくと、まあああいうところからも多分山の水は出てきてるんで、川となって、こんだけの水がせき止められてても流れていきます。ちょっと火が当たってるのは上だけなんでなかなか見えないですけども、新緑が綺麗っていうのは日が当たってないからやっぱ分かりづらいかな。日が当たってると緑の濃さの違いのバリエーションがよく分かって、あなかなか山肌が新緑の季節だな、綺麗だなって思うんですけども、ちょっと今曇ってて日が陰ってるので、なかなかカメラではよく見えないかもしれないですね。もうほんと山の上の部分だけが日が当たってるだけで、普通の山肌には、ここの山肌には日が当たってないですね。まあでも美しい綺麗な新緑のという言われるそういう季節であることは
見ればわかります。美しい鳥のさえずりなんですが、聞こえてるかな。まあその奥にはまあバイクのインライン4の回ってるエンジンの音が、ああなんかまた火が当たってきましたかね。このさっきの感じとちょっと緑の具合が違うと思うんですよね。ああまあ目に違うからカメラでも違うと思ってるんです。今度逆に多分雲の切れ目で山の上の方には日が当たってないけど、この辺には日が当たるようになりましたね。ちょうどここが影がわかると思いますけども、日が当たるとこんな感じですよね。まあ上の方は普通の緑なんでしょうけども、そういうところがやっぱ新緑の、ああ新しい芽が、新しい芽、葉っぱが出てきた緑なんだなっていうのがわかるかと思います。まあやっぱりいい季節ですね。美しいです。暑くもなく寒くもなく、やっぱ一番いい春のいい季節だと思いますね。